どうも、ジョレです。岡落ち2、前回の続きからやっていきたいと思います。新内ですね。金ピカ都市港の、苦労にゲットした後です。まあ、続けていきましょう。金ピカ都市港何が待ってるのか。まあ、ダイヤニャンとか言うことぐらい知ってるんですけど、まあ、どこにいるのかとか全く分かってないんで。行き止まりだ。何がいるのか。お、何こいつ。ああ、ビンヒーローか。ビンヒーローだったかな、あいつ。何やったかな。金コケ。まあ、金コケはまあ、打ったら、1万円になるんで。2万円だったかな？プラチナは4万円だったかな？ 2 万円だったかな？忘れたけど。ちょっと。おい、バテるな、バテるな。なーし。何もなーし。宝箱あーり。ダンシングさん。結構長いんかな、これ。先が。怪しい、怪しいぞ。どこだ、どこだ？俺の嗅覚がそう言ってるぜ。こっちだってな。間違えておけど、ことごとく間違えておけど。こっち行き止まりか。お、宝箱ありました。ん？受験の盾？なんじゃこれ。なにこれ、受験の盾って。めっちゃなんかやばそうなやつゲットしたんやけど、何？あった。おお、守り 80! 何がこれは使ったものしかわからない。めっちゃすごいガード系の装備やん、あれ。あんなん増えたんや。昔なかったよな、あんなん。俺の記憶になかったと思うんやけど。もうガード特化の装備ですね、素早く避けて。何これ。お！受験系。これはおそらく攻撃力が80上がって素早さ40下げるだろ、そっち系。お、降りる。まあ、ちょ、見回っとくか。下りっぽいからな、これ全部。特に誰もいないですね。外回り、金ピカ都市港。ほうほう、不格好がいます。お、受験か。超経験値だまん。受験装備ここでできるんですね。なるヘロなるヘロ。お、なんもなさそうやな。まあ、一応全部見回っとこうかなと。初見なんでね、この金ピカ都市港。さて、行きましょう。インターチェンジ、金ピカ都市港の。インターチェーン、あと、宝箱あるっぽい。やはり。見逃さないよ、僕は。おお、深い漢方2個、いいね。深い漢方は、まあ、これはまあ、どこでも使えるんでね。なんやかんやね、使うんでね。まあ、上うねで、貯めれますけど。なんか、ダイヤニャンとかが、レベル上げに使えるかもしれないみたいなことを、聞いたことあるんですけど。まあ、どうなんですかね、結局のところ。こっちが、あれか、宝箱か。レベル上げに使えるならね、奪うね以上のレベル上げ場所ができるなら、それはすごいありがたいんですけどね。奪うねマラソンももうやりすぎてね、ちょっともうちょっと違う、効率のいい経験値稼ぎ欲しかったんですよね。で、今回金ピカ都市港が出るってなって、まあ、おっと思ったんだ。お、これ金閣か、あれ。普通に金閣がいらっしゃるじゃないか。どっちだ、どっちだ、正解は。オッケー、宝箱。オッケー。お、受験の杖。これ、揚力アップですね。受験装備が全部揃うようになってますね、やっぱり。受験のブーツとかありそうやな。足系で、素早さ系でな。さてさて、行きますか。金閣。広いな、ここ。うわ、そう、行き止まりとか宝箱あった？宝箱あるっぽいけど、もうええか、無視するか、とりあえず。まあまあ、何度もここ来るんでね。そのために見つけようかと思います、もうこれは。多分、要は先の方にあるんでね。あれ？え、一周回ってきた？これもしかして。
お、めっちゃ広いやんこのマップ。西行き、西に参りまーす言うて。ん、どっち行ったんやこれ。呪言の袴、これなんなんやろ。まあ後でまとめてみますか。お、東行き、おう、おう、お、なにこれ、ガッツの紋章？なんかヤバそうなアイテムいっぱいゲットしたんやけど。お、え、真のガッツを秘めたものだけは持つことで許される。 G の紋章、なにこれ。まあええわ、受験系見るか。そういえば揚力、やっぱ全部素早さなんや。お、こっち素早さバージョン、守りをせず素早さを80上げる。結構強い、使えると思うんやけどな。おお、何こいつ、何じゃこりゃ、なんかついてもだぞ。これ明らかにガシャドクロのダイヤバージョンやん、マジで。おお、ギアマンドクロ、ギャマン、ギャマンさん、ちょっと HP 減っとるかな俺。減ってらっしゃるよ。お前の技知ってるぜ俺は。あ、強え、なかなか強いぞこいつ。よっしゃー、心臓見えたぜ。オッケー、いけい、おらららおらららふわがおらおらんじゃしんガッシャンは割と単純やから俺好きやねん。この首元に来るんですよね。痛い、倒せい、オッケー、攻めろ攻めろ攻めろ、ワンパターンやろうが。ミスった、ミスった、おお、ミスった、ミスった。くぅ、強い。だが深い漢方で蘇る。いけい、おらららキャキャー、これ何ゲットできるんやろう。勝利。おお、経験値は、まあ、同じぐらいかな、前と。あやかしコイン、超ほう、あ、これでもしかしてダイヤにゲットできるってこと？もしかして、そういうこと？おい、ゲットー。はい、というわけで、とりあえず今回は金ピカ都市港の、ギアマンドクロかな？ちょっと見てみようか。はぁ、よくわからないやつだったけどな、あいつボス。まあ、明らかボスでしたね、あれ。まあまあ、ガシャドクロの、おお、いました、あ、ここか、ガシャドクロ G、 ギアマンドクロ、全身がダイヤモンドのガシャドクロ、自分自身が世界で一番価値のある存在になったが、そのことに関心はない、何が出るかわからないドキドキを求めて今日もガシャを回そうだ。かわいいね、ブンブクしゃがまれね。まだここ残ってるんでね、ここ、ここ残ってるんで、ボス、ボス枠、とりあえずボス枠埋まりましたね、ギアマンドクロ。はい、というわけでとりあえず今回は金ピカ都市港の、まあ見回って、初見で見回って、終点でギアマンドクロを撃破しました。次の動画でちょっとこのガシャですね、あやかしコイン超でガシャ引いてみたいと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります、ありがとうございました。